王将の初防衛がかかる藤井五冠と前人未到のタイトル獲得通算100期を目指す羽生九段の対局となった今シリーズここまでの対戦成績は2勝2敗と熱戦を繰り広げています先に4勝した方がタイトルを獲得する王将戦この対局に勝った方が3勝となりタイトルに王手をかけます この後、午後6時過ぎに封じ手を行いあす夜までに勝敗が決まる見通しです。